昨日の小泉元総理の発言によって今自民党内が大変な騒動になっているということでございます。これを私流に申し上げれば、破綻した小泉政治というものを麻生総理が権力維持のためにですね、これはダメだと切り捨てようとしたと、それに対して、破綻したことを認めがたい小泉元総理がそうじゃねえんだと反撃を加えたということではないかと思っております。まあ、言うならばどっちもどっちだという話でございます。どちらが国民の方を向いているかと、どちらも国民の方を向いていない、結局は党利党略、孤立孤略というものしか自民党の中には存在していないということだと私は理解をいたします。まあ、このことはもうすでに国民の皆様が一番懸命にご理解をされているのではないかと、そのように思っておりまして、本質は自民党という器に大きなひびが入ったと、もう修復ができないと。今まではですね、このような時に派閥の中で、派閥間で首のすげ替えというものを行って生き延びてきたわけでありますが、その時には野党というものが実質なかったから、このようなことで権力を維持することができたと。今は民主党という政党があるわけであります。国民の皆さんが今民主党という党に期待感を高めてくださっていると。別に自民党の中で、権力のすげ替え、首のすげ替えというものをやってごまかそうとしてもごまかされないよと。やはり政権を本当に一度明け渡すことによってのみ、国民の生活がよみがえるぞと、そのことを国民の皆さんは喝破しておられると、そのように私は思うわけでございます。振り子の原理で今まではなんとか政権を維持してきたわけでありますが、このような技術的な権力移譲というものを私たちは認めません。どっちもどっちなんですから、今はですね、新しい政治というものをこのような状況の中からしっかりと生み出すこと、そこに国民の皆様方に未来を見出していただきたいと、心からそのことを感じております。私からは以上であります。